カーーボンニュートラルを言う時代になってきてきるので夏は涼しく、冬はあったかいお家で、かつあのエネルギー消費が非常に少ない、まあ、そういう家づくりを提案していけたらいいなと思っておりますカーボンニュートラルの実現に向けて、ふるさと、鹿児島、二酸化炭素などの排出量を抑える住宅についてお伝えします。 建設中のこの住宅屋内の壁や天井など全面に断熱材を埋め込んで貼り付けていますふかふかしてて厚みもあるんですね中があったかくはならないんですか自分が持ってる熱を外に逃がさないもしくは外の熱をできるだけこう中に入れにくいそういう効果があるかと思います 福坂さんの家づくりは住宅の隅々まで地球環境に配慮した設計で工夫を凝らしています窓に関しては中の方が12ミリぐらいの真空空気層があって熱を取得型と熱を遮蔽型というかそういうガラスをこちらは使ってますね建築材料も地元の材料を使い地元で建てる 地材知,知見にこだわります鹿児島材を結構使ってらっしゃるってことなんですけど、はい、鹿児島材を多く使うことによって本当にあの環境に絶対いいという塩 o も建物に固定されてきますのでそれもまた一つのカーボンニュートラルになるのかなというふうに思っておりますカーボンニュートラルは 2050年に向けて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることこの住宅は建築工房匠が建てたゼロエネルギーハウス通称「ゼッチゼッチは魔法瓶みたいなお家を作って工事途中の,あの CO とかいろんなのを計算して太陽光を使うことによって。 まあゼロになる家づくりを目指していますゼッチは快適な室内と再生可能エネルギーを導入して年間の一時エネルギー消費量の収支ゼロを目指す住宅です暑いとか寒いとかいうようなものが差が少なくなったというかまあ年間安定をして住みやすくなったというふうに思います持続可能な みんなでそのエネルギーをうまく使っていく少なからずそこに自分でも貢献できるのかなというふうに思っています九州エコファミリー応援アプリ県では地球環境に優しい活動でポイントを貯めて抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施していますぜひ参加してください 県では、営業時間短縮の要請に応じていただいた対象区域の飲食店に協力金を支給します。申請期限が要請期間ごとに異なりますのでご注意ください。申請書類は、県ホームページや対象区域の県地域振興局、市長、市役所、町役場、商工団体などで入手できます。簡易書き止めかレターパックで申請窓口にお送りください。 詳しくは県のホームページをご確認ください。